ロウキンハチ、他の異世界者と差別化できててよかった。そもそも女の子主人公の時点でいいよね。言葉が通じない設定入れてるのいいなって思ったけど、やっぱり一瞬で解決されてさすがナロー作品ってなりました。あと世界を行き来できるのも都合が良すぎる。まあとりあえず来週も楽しみです。以上、ロウキンハチのお話でした。